で、大豆は、神、道順による、少年漫画。マガジングレート、マガジン E の、月刊少年マガジンにて連載していた。同死休刊後は、単行本描きおろしという形で継続中。単行本は2021年1月15日現在で25巻まで、発刊。なお、単行本は、ヨーロッパで2013年フランス語版14巻まで、 確認未来を舞台に国家間の戦争を描く SF 架空戦記物で緻密な設定と世界観が特徴。一部の言葉は現実のものから連想しやすい形へ差し替えた形で使用されている。未来ではあるが、戦争形態は大量破壊兵器の使用不能、電子戦の破綻などにより、有志開発兵戦中心となり退化している。効果で整備に手間がかかる。 ハイテク機器が大規模戦闘には向かなかったこと、さらに静止衛星軌道上に存在して、現状では制御不能とされるオービターアイズと呼ばれる戦略軍自衛星軍により超航空を飛行する兵器が自動撃墜されるため戦闘は退化せざるを得なくなった。そのため有志会での不評戦力を増強する目的で特殊教習走行、通称 サーと呼ばれる一種のパワードスーツが開発され、戦場へ投入されている。統合歴182年7月7日、レギウム共和国軍は、ドラグノフ連邦軍に対して、和議を申し入れた。同年7月15日、トーラス氏において、トーラスの和役が締結される。これにより、2年8ヶ月余りにわたって続いたレギウム、ドラグノフ間の戦争は、 レギウム共和国の実質的な敗北で終結した。終戦から3ヶ月後、レギウム軍特殊精鋭部隊、ジャッカルの隊長であった、グラハルト・ミルズは、副長のユリアン・クレイズによって反逆者の汚名を着せられ、死刑執行の日を迎えていた。だが、護送される際に、海兵隊を殺害して脱走したミルズはクレイズに、復讐するべく、たった一人の戦争を開始した。 かつての同僚でもある、元ジャッカル隊員たちとの戦い、再会を得て、クレイズが現在は、占領軍である、ドラグノフ軍に所属していることを知ったミルズは、ドラグノフからの祖国奪還を第一目標とし、反抗を続ける、レギウム国民軍へと合流。国民軍のレオンリーダス大佐立案による、首都ソルグレン奪還作戦となる、ビオロンのため息作戦が発動され、 ミルズもこれに参加。壮絶な戦いの末に、作戦は成功する。一方、ユリアン・クレイズは、戦争を裏で操っていた旧ルーミス王国王党派、組織、リィバンを掌握。王家から受け継がれていた、オービタ・アイズの制御コードを入手し、制御権を手に入れた。死者を兼ね、レギウムに侵攻すべく集結していた、ドラグノフ軍を一瞬で消滅させると、全世界へ向け、 ルーミス王国の復活とルーミス同盟の提言を行った。オービタ・アイズによる圧倒的な軍事力で加盟国を庇護し、それにより削減される軍事予算を宇宙開発へ投資することで人口増や資源不足で逼迫した地球人類を救うのだと。ほとんどの登場人物にはレーザーの名前の一部が含まれている。陸軍空軍海軍形式番号の A は正式採用。 X は、試作実験機、PF は、陸戦容量産機、SP は、特殊機を意味する。例えば、バルディッシュ改めの、ア p プフは、正式採用された、陸戦容量産機という意味である。テスミラ市外戦では、右腕の 15.2mm 鉄鋼重機を外し、対サー用 9mm ハンドガンを装備、バックパックも、ガトリンガンと4連対戦車。 ミサイルポットを左右につけたものに換装した。名称のみ11巻で触れられていたが16巻で正式に登場した、チェッカ管轄のルーミス騎士団王宮経営大隊の使用するさ。パウエル元帥の暗殺に成功した、元ジャッカル隊員のロシセリオーニの回収及び、リネヴィッチ中将暗殺のため3機が投入されている。ルーミス騎士団用にふさわしく騎士の甲冑のような、 外見にフルフェイスの頭部装甲をしており、防弾マントと強化装甲を備え、高い防御力を持つ。装備は折りたたみ式の人部を備えつ,つば、柄に相当する部分に、機関銃を備えた特殊な剣と、腕部にグレネードランチャー及び火炎放射器を搭載、スネー部に空中発射型三段ユニットを射出するランチャーを備えている。また、 ルーミス騎士団の性質上秘匿のための自爆システムと、周囲の目撃者を殺害するためのクラダー死亡時に起動する AI を搭載しているが、シュワンツには行動を先読みされ走行の隙間からジェネレーターを撃ち抜かれ破壊された。月刊少年マガジンプラス9巻、新漫画誌が年内誕生、不要な苦痛を与えず一撃で即死させるという意味。ありがとうございます。